サクコイ。ウリュツベイ。ウリュツベイ。機種変大変だった。大きかったスマホがさらに大きく。16人ってことはみーちゃんがいないのか？あ、もうゆいぽんがいないんだね。そうか。まあ今日は卒コンだから誰も見ないか。ハーフイヤーパックが良すぎてかすむな。まあこれが普通か。うん。カレーベってどんなんだったっけ？あ、前半と後半あったな。そいや、まあ今推しいないから邪魔しないようにしてますね。欲しい人に当たって欲しい。今回はメッセージとフォトか。マリノちゃん選んだのね。前回は前半は全員回れたけど、今日は卒コンで時間ないので。なんで卒コンにぶつけてくるんだよ。マジそれ、どうするんだったっけ。トリムハードじゃね。行ってみるか。あ、前のイベントでアクセサリーが。ま、なんとかなるやろ。お、で、機種変のせいでインストしたばっかだから1倍じゃん。カットだカット。面白かった。あ、めっちゃスキップチケット貯まるんだったな。そいや、あれ？こんなんだった？どうだったかな？ 10 回するにあったかな？めっちゃ結晶くれたよな。前回のカレーベのまだ消費できてない。初めての人もいてるだろうし、ちゃんとやって。この画面のバトルをクリアするとデートポイントみたいなのが溜まっていくんですね。今1回できるね。そしたらこのデートボタンを押して。ちょっとお強いマリノちゃんが登場。赤はバッチリだね。マリノちゃん強。余裕だね。で、このデートを何回かすると今度は時空デートってできるんだけど、ちょっと今日は時間ないからまた明日。これ9回とか10回で止まる機能欲しいね。朝とか急いでたら慣れでマックス通用しちゃう。スタミナ大事なので気をつけましょう。こうやって関係性を上げていきます。これを全員分もらってたらそりゃいっぱいになるよな。あ、前はあまりスタミナ使わなかったイメージだが。50しか使わなかったイメージだが。あ、この辺でスタミナチャージくれないのか。さすがに調整されたかな。うん、これは全員回るのは無理だな。前はスタミナチャージ賞を多分最大5個くれたけど、今回は3個ボイ。いや、もうスタミナチャージちょうだい。まあ1日で計算したら5人はいけるっしょ。5人か。楽しかった。まあスタミナチャージ使って2人きりチャンスしよう。で、なぜ前回全員回ってたかと言いますと、2人きりチャンスを成功させますと、いろいろもらえるんですね。これは大成功の報酬。超大成功だともう少し豪華。前回はスタミナ50で花束が回収できたから全員回ってハブちゃんにぶっ込んだんだよね。今回は微妙になるかな。どこで人変更するんだっけ。前の画面じゃね。あ、これか。時間があるときに他のメンバーもやりますね。光復帰をね。